これリスタートなしモードで行く、その落ちたらまたその落ちたとこからやんなきゃいけないやつ。その方が緊張感あっていいんじゃない？うん。それか溶岩モードではそのどんどん下からマグマが迫ってくるから早く行かなきゃいけないよっていう。おお、いろいろあんだ。いろいろあるけどどれにする？普通にまあノーマルでいいか。マグマなしモードで。コンフィグ設定させてください。うんうん、ダメです。キャラクターはチェーンの片方の端が開いた状態で並んでいるため、リードプレイヤーはより自由になります。ああ、真ん中にいる人が不利になるってことね。なんかホラーゲームっぽいな。キャラクター選べるけどなんか。そうだよ。似てるな、みんな。ね、そう？一番自分に似てると思うやつにしよう。ちなみにこれ、オープンにしてるから枠が4人あるんだけど、1人誰か知らない人が入ってくる可能性がある途中で。ちょっとやだな。え、やだえ、やだ協力できるの？ワクワクじゃない？まあコミュニケーションはなるほど、ノリでね。ノリでボディーランゲージでするしかないね、確かに。うん、すごい、今日なんと多分1年ぶりぐらいにチャンネル登録者数が1人増えました。おお。ちなみに僕は外しました。誰ですか？僕です。あ、じゃあ俺もライブやつ解除しよう。もう来た来た。これ俺来た。うん、来たの。グレガリゴンキャラ選べるよ。なんかあんまりパッとせんな。うん、これしかないや。これ世界観がどうなってるのかちょっとわかんないんだよね、未だに。あ、こっちにしようか。じゃあ、行くよ。はい。いいの、それで。はい。いいよ。早速だ。森山と俺の間にナイトが挟まれてるって状態か。なるほどね。ナイト大変だけど、頑張ってね。ちょっと感度下げて、待って。感度上げないと俺。ボタンはもうこの3つしかないっていうね。シンプル。WASD だけ。一番奥深い。あ、俺ら3つ繋がってんだ。あ、あるある。迷える魂。地獄の炎から。なんで？これ日本語にできるの？あ、できるよ。ちょっと待って、ちょっと帰ろう。勇気があれば楽園にたどり着こうとするかもしれません。しかし、ん？ちょっとおかしいな、日本語は。最初のハードルで落ちるのを心待ちにしています。なんか俺ら地獄にいるっぽいね、今。なるほどね。これ釣り合うの？力は釣り合うんだろうね。あ、そう、両サイドからナイトを引っ張ってるの、限界まで。え、死んじゃった。ナイトが。ナイト死んじゃった。ああ。もうちょっと待って、これ時間がもう計られてるから。早く行かないと。ナイトはもう、俺らが引っ張って消滅したってこと？多分そういうことだろう。これさ、急がないと、多分何時間以内にゴールまでたどり着かなかったら、遠征させてもらえないとかそういうやつなんじゃないの？おぉ、スイッチとかないんだ。そう、このボタンで、落ちてる仲間を引っ張り上げる。これ、これ、やっていい？はいよ。あ、おぉ。おぉ。うん。これで俺も、引っ張ろうとすれば多分、なんかいいんじゃない？うん。ちょっと音を下げる。はい、俺もやばいな、音。え？なんか奥にいるわ、なんか。ダメだ！あ、大樹！あぁ！帰ってきた。あ、帰ってきた。これ誰か一人、あれだな、リーダーが必要やな、キャプテン。多分、俺は三角形を描けばいいなと思うよ、うん、トライアングル。先頭一人の高速二人。じゃあ三元分立でいこう。オッケー。オッケー。じゃあ頼む、7時。うん。ゴー。楽じゃん、こんな。簡単じゃん。なんだ、謎が解けちゃった。え、こいつ何？うわ、
やばい。ここから脱出できる可能性はあると思いますが、10人の魂は永遠に地獄住まいになっちゃうからさ。やば。あ、これ登るっぽい。なんか言ってた悪魔が、生まれ変わったら何になりたい？みんな。俺は女かな。俺も。そうなんだ。俺人間以外にはなんか魂がない。あ、ごめん。バカ。お願い。引っ張って。引っ張って。引っ張って。引っ張れ。引っ張ってるよ。どうやって引っ張ってんの？うん、四角。あのね、引っ張るときはちゃんと鎖の方を向かないと引っ張れないんよ。いい。ありがとう、ありがとう。もうちょい。あ、できてるっぽい。でもそれ、登るやつもその、ああ、ごめん。あ、来たわ。来た。大丈夫かい？うん。でもめちゃくちゃ生理を重い女とかになったらどうすんの？何やってんだ、ナイト。気をつけろよ、それ罠だぞ。え？当たって、当たってみろ。俺ジャンプするね。うん。やばい。助けてくれ。助けて。だる。うん、これが地獄だ。あれ、多分三人称がいいかもね。うん。俺や、これクソだな。でもこういう設定にしたんでしょ。まあね。どここれ。どこここ。やばいね。キャラクター選択画面まで戻ってきちゃったよ、これ。上を見てくれ。うん。上を。おお。構造をまず把握するんだ。多分ね、この螺旋状に配置されてると思うから。ああ、なるほど。落ちることを考えて。じゃあ一生右回りとかそういうルートなのかもしれない。そうだな、多分。ジャンプした方が早いんじゃね。え、そうでもないか。でもそうでもないな。待て、走れるぞ。お、ほんとだ。知らなかったのか。先に言え、そういう大事な情報は。待って、これ逆だ。嘘でしょ。うわ。ごめん。なんか一番こういう走ってる時もさ、うん、一番自分が安全だと思うルートとかを通らないと、うん、ナイトみたいになんか石の上とかジャンプしてると多分事故るぞ。なるほど。動くな。お、早速なんかキャプテンズラし始めたな。俺がキャプテンパーシング。何の手柄も上げてねえくせに。ジャンプ行くよ。ジャンプ。待て待て、止まれ、行け、止まれ。まだまだまだ、行くね、行くね、行くな。行くぞ。はい、ジャンプ。はい、行くよ。はい、せーの。俺さ、このままこのままジョバスみたいに掛け声してくる。あ、ごめん。行くよ。はいはいはい、よし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 。はい、ジョバスの掛け声ってなんだよ。え、よーみたいな。おー、ファイオーファイオーファイ。おお、それバレーじゃないの？どっちも同じじゃないの？一緒だよね。女子バレー部と女子バスケってどっちが強いの結局？バレーじゃね？なんで？だってバレーってほら昔日本は強かったじゃん。東洋の魔女って呼ばれた時代がありますから。そうなの？そうですよ、日本バレーは。おーい、日本バレー部は。日本バレーっていうのはね。うん。だからバレーの方が可愛い人。多いみたいな。行くよ。せーので。待って。危ねえ。よし。危ない。危ない。危ない。投げるぞ今。やばい、これ。行き止まりだ。大丈夫。危ねえ。マジで。マジで危ない。骨に引っかかって助かった。マジでこれ掛け声、掛け声っていうかなんかもうもっと根本的な俺たちのね、なんか精神的な。これさ、分かった。そうね。一人ずつ行ってみないか一回。いいよ、うん。みんなできるだけこう寄ってさ、そうそう。縄の余裕を持たして。
まあいいよ。誰が行く？どうぞ。じゃあ俺が行くわ。はい。じゃあ俺行くよ。はい。じゃあ、まあ、いいね。はい。行くよ。行くよ。はい。はい。もうせーので行こうぜ。せーの。怖い。また一回。これ何？把握しろ。把握しろ。一回把握しろ。まずね。まず状況。これ？え？まずちょっと触れてみてさ、肘とか。ああ。角でそんな跳躍力。あ、これ普通にさ、触らずに向こう側行けってやつだよ。これ。なんか怪しくね。怪しいな。まず先を見た方が良くない？これフェンスをなんか登れるんじゃない？あ、フェンスも登れんだ。あ、天才だ。行くぞ。これスーパーマリオで見たわ。スーパーマリオワールドで一緒じゃねえよ、こっち。そうだね。まあ、でもそっから流用したのか。これフェンス中にジャンプしたらどうなるの？何も起きない。あ、降りるだ。降りる。うわ、これやばい。なんか色が変わってるのが怖いな。一人誰か。これトランポリンっぽくね、なんか。まあそうだろうね、きっと。じゃあ二人なんかこう重しとしてさ、そうだね。一人誰か。あ、その場合どうなんだろうね。じゃあ俺行くよ。後ろに体重かけとくわ。うん。もう引っ張っとくわ。うん。頼むよ。しとくわ。頼むよ。じゃあ行きます。はい。おお。やばいやばい。二人の力なんて何の意味もないんだ。せーの。やばいな。やばい。行こう、このまま行こう。よしよしよし。ウェイ。いやー。誰かの悲鳴が。ちょっと待って。待って、こっちもあるよ。ほ、うんとだ。マジか。リクルート。ちょっと滑るかも。え、すごくない？ああ、危ない。よし。いいね。これなんかアイテムあんじゃね？これなんか別っぽくない？別。起きちゃおっか。じゃあ。来た、めっちゃ。行くぞ。せーの。ナイス。なんだこれ。これ危なくね、なんかめっちゃ。このまま進むんだ。どっちか。ルートじゃないよね、しかも。いや、ルートだね、これ。さっきはしごみたいなさ。左でも右でも多分いけるけど。だんだん壊れるとかではないよな。いや、ありそう、それ今後。ジャンプ必要です。大丈夫。右。うわ、何？え？あ、え？え？誰だよこいつ？なんか来た。天使来た。何やばった。ついてく。ついてきた。いきなり戦闘行ってる。誰なんだよ急に。なんかかっこいいしな、スキン。もうリーダーって感じするけど。リーダーだね、もうこっちなんだ、プロは。え、マジか。ちょっと待って。やだちょっと待って。こいつ蹴ってくれ、早く。ちょっと待って、やだ。おー、こいつねえ。ふざけてる。ちょっと待って、一回設定し直すか。あー、マジで。なんでわざわざ難しい方借りたん？これしかも難しい方だったの。え？
いやいやいや、あの道がさ、ルートがさ。ああ、そう、まあ、ジャンプしてるな、あいつ。羽生えてたからな、あいつだけ。OK。よし。以上で。ちなみにこれ、クリア時間はどれくらいなんですか？わかんないけど、タイマーがついてるから、10時間とかではないと思うけど、待て、これ羽じゃん。お、10分の1、10個集めるんだ。いや集めたい。ここ終わりそうじゃない？いやそんな何個もないだろ、こんなこんなとこに。ないか。マリカ教会だこれ。第一マリカ教会だ。第一かこれ。じゃエルデンリングクイズです。いや、いいよ。エルデンリングの教会名3つ答えよ。第二マリカ教会。アダレ教会。落ちてる。じゃあ俺は地の境界。おお、ないですよね。これないかも。セレブスの境界だっけ？いや違うわ。イバラ、イバラ。あー、バラ教会ね。バラ教会か。これやり直しだるすぎるマジで。ねえ。もうダッシュとかしちゃう？いや、ねえ。もう二度とするな、ダッシュ。すいません。間違ってる順番が。これ安全に行こう。うん、そうだね。ここね。せーの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 。ウェーイ。もうちょっとかっこいい掛け声が欲しいな。これスペースやばいぞ。うん。トップクライプリング。クライビングって言ってるから。クライミング。ギルクライムということか。何してるんだ。ごめん。これ当たったら終わりやん。うまい。上行こう、上。ナイス。はい。取り上げてくれ。ありがとう。おお、ナイス。ここで天使が乱入してきたからな。そうなんだ。これ重なり合っても大丈夫だね。うん、俺たちは鎖が短かったらもっと難しそう。確かに。え、難しくないこのルート。やめよう。え、ミスった？この、あ、危ない。あ、待って、俺体の中見えてる今、危ない。どういうこと？テクスチャーが見えてた、体の中。今落ちたと思った。大丈夫そう。うん、いいね。なんか引っかかった。あ、いいね。うん、大丈夫か。うん、なんか紋章が。ちょっと一回考えた方がいいな。うん、まあでも方向はそっちなんだよな。これ乗らないといけないのかな。ショートカットとかどっかにありそうだけどね。確かに。後ろの骸骨ってこと？飾りじゃね？多分ね。でもああいうところに多分あるんだぜ、きっとリングが。くっ
鎖なかったらな、行ってこいよとかできるんだけど。あの鎖を登るんだ。ああ。じゃあ行くしかない。どれで乗るの？手前の小石でしょ。あれ動いてるよでも。ねえ、どのタイミングで行くのかこれ。一回試しに飛んでみる。うん、いいよ。一回ね、真上にね。うん。あ、オッケー。せーの。この、なるほどね。おお。おお、いいね。なるほどね。なるほどね。ここ、あ、そこは、な、そこはいけるね。そこはいけるね。うん、うん、手前、手前、手前。手前行くかじゃあ。手前の石行くしかないもん。行くよ。はい。せーの。ノイ。ここから？足場がこう。もう走るしかないな、これ。近づいて、あ、そうだね。うん。次行くか。オッケー。次行く？行くよ。はい。はい。走。ああ、ああ、ナイス。ウェーイ。ナイス。フィーリングプラウド。たけー。一緒にならないでください。もうあそこには戻りたくない。うん。たけーなー。あ、全然上見。どんどん読み込まれてるぞ。これでさ、上が、うん、雲の上まで行くんだよね、きっと。確かに。15分が見えないぐらいの。うん、待って、まず登らない方が今あるんじゃん、はい。休憩所だ。あ。全然やってもらねえな、ここ。ないか。ないか。行くか。地獄にそんな選択肢はないんだよ、多分。オープン、オープン、待って、行くな。やばい見落としたー。ここまで多分大丈夫。頭それ多分行くよ。大丈夫大丈夫大丈夫。まだ行ける。行こう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 。俺死ぬかも。やばい。うわぁ、ナイスナイス。今 200m ここ、うん、200m 下です。あー、重なったか。うん、行くぞ。ないと遅くない？なんか遅い。大丈夫。もう一個ギリギリギリまで。一回待とう。オッケーオッケー。次行くよ。行こう。もうない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 。よし、やばいね。あれ気をつけないと。ねえ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 、思うんですけど、うん、この214mの下にバーがあるじゃないですか。うんうん。俺らまだ15分の1くらいじゃない。そういうこと。そんな温度計かと思ってた。10分で15分の1ってことは150分にかかるってことや、計測上。いやだー、待って。朝までに終わるかこれ。ギョラかも俺。次行こう。危なくね。次行こう。行け。俺だけ俺だけ。大丈夫大丈夫大丈夫。引っ張る引っ張る引っ張る。登れ引っ張る引っ張る引っ張る。大丈夫大丈夫。引っ張って引っ張って。もう俺待って、これなんか大丈夫？多分よし。なんか大丈夫。下にいたな今。そうだね。ああ終わったかと思った今。掛け声を。声？これ動かないんだよね。待って、でもその先ローリングマルタあるわ。怪しいね。もうじゃあもうスピードで行くよ。せーので行くから。オッケー。せーの。で、俺落ちた。ここまで。一回ここまで。一旦ここまで。よし。せーの。よし。おお。やばくないこれ。左これ乗るんだよね。ジャンプして避けながら行くってことね。あもう簡単じゃん、はい、そんな。じゃあ俺のタイミングは任せるぞ。ジャンプ次乗ろう。はい、うまいね。よし、こっち下はなんもないか。なんもないな、多分。
じゃあ行こう。うわ、手がびちょびちょだ、もう。行くぞー。はい。せーの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 。うまい。うん。休憩所か。なんもねえな。なんもねえけど、確かに。入りたくはなっちまう。入りたくなっちまう。休憩多いな。うわぁ、ちょっと難しそう。おぉ、危ない危ない危ない。あれやばいやつだ。これ、走るしかないよね。走るしかないな。超えたら走ろうか。じゃあみんな重なってからか。次行く、次行く。よし、うまい。いいね。ねえ、もうそろそろなんかそのチェックポイント来るもんかと思ってたけどさ。チェックポイントなしじゃないの？いや、チェックポイントはある。あるんだ。ありはするんだけど。え、これ、むずくね？動くんじゃねこれ。あ、じゃあトランポリンか。トランポリンだよ。まあこれ一人ずつ行ってもいいんじゃない？そうだ。え、これ、あの細いやつに。細いに行く。細いやつに行くんだよね、あれ。トランポリンもう一個ある。乗っちゃえると思うけど。いける？いるよ。じゃあ、四角。四角？いや、四角？四角？四角だよ。やばいやばい。いや、絡みついてる今。絡みついてる、なんとか。うんうん。反対側に落ちたから、多分これで。大丈夫、引っかかってる。うん、引っかかってるよ。引っ張ってくれ。引っ張れるか、それ。ちょっと待って、どうする、どうする、どうする。これが戻れるかも、トランポリン戻れる。うん、そうだな。トランポリン戻るか。ナイトがジャンプしないと、多分トランポリン。いや、違う。ナイトがあそこにいる間に。待って、待って、ちょっと、一旦止まってくれ。ナイトか、ナイトがそこに。ねえ、おっ、いける、いけ。いけるか。おっ、ちょちょちょ、ああ最初やん。ここで暮らすか。ちょっと一回無駄話なしでお互いの動きだけ見てアウンの呼吸でやってみる。あれだと思う、やっぱ棒だったよ多分。うん、さっきのアウンの呼吸でなんか結構リカバリーできそうだしね。まあね、アウンの呼吸戦法でいいかもしれない。ちょっと一回喋らずでやってみます。なんで？ナイトがね、ちょっと明らか多動なんだよな、多分。見抜いたな。俺も分かってたけど。ここまでは余裕。まあね。カイジのブレイブメンロード思い出すな、なんか。ブレメン。おちゃん。あんたの娘に。行くぞ。せーの。おい。だいぶいい。この距離ならね。やばいやばい。この回転してるやつショートカットじゃない？いやいやいや、さっきのジャンプの時の障害物だから、ね、あ、そっか。惑わされるな。え、どうしたっけ。あ、でも左のまっすぐ行って右かな。
ちょっと待って、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 今誰が悪かった？犯人探しはやめとくか。お互いに助け合ってるうちはまだね。喧嘩とか始まったらマジで食いようないもんな。チームとして終わってるから、うん、この骨細い。それそこ間違いないと思う。これ間違い、うん、大丈夫、ミスは誰でもあるから。ちょっと待って、お前が先に行くの間違ってんだって。間違ってるとかっていう言葉はあんまり言わん方がいいと思う。大事だね。いや、それ言うと俺も今のさ、間違いは誰にでもあるからみたいな、そういうのが意外と刺さるんだけど。乱れるとこうなるんや、やっぱ。行こう。行くぞ。はい。行け、走らして。気をつけて。これ危ないやつ。危ないやつ。行こう。行く。やばい、俺。待て、待っとけ、大丈夫。お、お、これでいいんじゃないの？これで行くわ。うん。あ。何も言うな。まあ笑えてるうちはまだマシかもな。笑えてるうちはな。まあそれやめろ、それ。感度高くね。やばい、ミスった。あ、これ右からも行けんだ。落ちた方がいいんじゃないか。これさ、落ちてる人がいるとするじゃん。うん。二人が多分スティック倒すと揺れるんよ。それで一番上のやつが引っ張られて。ああ、本当だ。だから、うん。ちょっと一回動かないでみて。うん。二人。もう俺が上まで引っ張るわ。実験していこう。それも。ダメだ。俺もでも手が引っかかれば、うん、それで多分。そうそうそう。でもなんかさ、ロープの角度が真下とかになると、うん、揺らさないと多分。まあね、そういう時もある。うん、むやみやたらに二人に動かれると、多分釣られて落ちると思う。うん。これ右から行かね。いいよ。せーの。なんで？あれ？これ裏ルートないか、もしかして。え、ありそう。これやばくね。ちょっと端の方まで行ってみ、この一周する。うん、こっちなんかない。見えない壁が。30分近く経ちますからね。集中力もそろそろ限界を迎えてるってことですか。なんか話してた方がいいんじゃないか。そうだね、多分そうかも。うん、じゃあエルデンリングで、うん、一番好きな武器は死者の笛かな。それどんなやつ。あの金色のさ、電気でシャボン玉出せるやつ。ああ、一番最初に使ったのがクレイモ、うん、鉄属性だったか火だったかつけて、
木だったね。木だったか。しばらくクレイモアで頑張ってたんだけど。クレイモアって体験？そう。ベルセルクの。いや、それはバス、それは違うな。クレイモアっていうやつあったよね、ジャンプで。うん、俺見たよアニメ。女騎士のやつ。そう。で、その後宝石剣。そういえば知力なかったなと思ってやめて。いくよ、せーの、せーの、やばい、待つぞ、せーの、なんで、なんで、いや、いいよ、別にここは。わかんない。でも俺が引っかかったと思う。それは、あれ、あの、え危険の貴公子みたいな、鉱石の貴公子みたいなやつみたいな、やりとなんかみたいなね、うん、2人組で出てくるやつね。ああ、あれが使ってる青いやつ、めっちゃシャボン玉ってさ、あれじゃなかった、うん、なんか虫みたいな、あの幻影虫のなんか巨大な羽みたいな、なんとかの薄陣みたいなやつなんだっけ。3種類あってさ、グレードが、うん、一番ちっちゃいのはまあトランペットぐらいの大きさで、2つ目はトロンボーンで、うん、最後がチューバみたいな。じゃあ全部増えない。ああ、分かった、あれか。オートローディールにいるあいつらな。待て、行ってくれ、ありがとう。よっしょ。そうそう、その中の一人のちょっとデカめのやつが持ってるやつなんだけど、もう一段階上が、あのミケラのさ、この木が生えてる地下空間あるじゃん、うん、聖樹の支えエブレフェールっていう、 あそこにいるでっかい一匹が落とすやつがあるんだけど、それを今ドロップするまで殺し続けてる。あ、結構低いよね、その雑魚が落とす、うん、何してんの。ちょっと気をつけるわ。聞けてよかった。よかった。それがあってよかった。え、みんな何使ってた？武器。今はブロードソードだけど、うん、でもやっぱあのモグラ流の。あの毛が生えてるやつね。名刀ガチンみたいな。え、ガチン、うん、名刀月影。あ、初めてのエルデンリングの武器セットは、うん、その名刀月影と、うん、月影と、あの左手に隕石の杖だったかな俺。うん、欲張り。え、欲張りなの。それで隕石で最初は遠距離から削って、うんうん、あとは名刀突きかけで頑張るみたいな。なるほどね。感じで戦ってた。マチって技量だっけ。うん、技量。技量とじゃあ魔力だね。魔力なんだ。初めて今のデータで、うん、神聖とか神秘を触れてる。神聖だっけ、神秘を触れてる、うん、いや、まさかミシかぶりするとね、ちょっと感動したけどね。なんか見た目はかっこいいもんな。うん、ミシとか
キーマウでやってんの？やばい。キーマウの方がでも多分操作しやすいと思うけど、これ。うん、うん、お前らそう、そっち側だったもんな。だってLスティックってまっすぐっていう概念ないやん。いけ、うん、どっち？あ、くそ。いや今のは申し訳ねえ。これ赤青黄色なんだな。あれあったな。信号機か。俺と難易度は多分今掛け声があるだろうなと思ってたっしょ、多分。うん。トランポリンは掛け声ありでいくか。そうだな。難易度は何使ってたの？俺なんか名前忘れたけど、狂犬病のなんとかみたいな。片手で？うん、で両手持ちしてかっこいいみたいなやつ。極拳じゃなくて？あ、極拳かな、あれ。極拳だわ。うん、あそこの、それ先が蛇の形してるやつじゃなくて？あ、そうかも。あ、蛇だわ。それ猟犬騎士ダグウィルじゃないの？違う、ダリウィルね。ダリウィル、そうじゃなくて、なんかもう落っこちてる武器だったね。うん、屋根の上で拾ったんだよね、確かね。確か。で、それ大事なやつもらって。一個あげて。そう。せーの。の。そう。あれ、普段は日本使いしてたっけ？そう、日本使いしてた。おー。冒険するときはそれで、ボスは、うん、これも名刀月隠れって感じ。あー。なんか俺、あれだったからさ、囚人。うんうんうん。囚人って魔力と技量で、やばい。おぶね、せーの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 ね。ちょ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 、ごめんごめん。行くよ。はい、せーの。せーの。足がプロペラに当たった。エルデンにはまだ知らねえ武器がいっぱいありますな。いや、ほんと。敵が使ってる武器とかも全部落ちるっていうことだもんね、あれね。うん。そのことすごいよな。なんか、位牌とかもさ、全部の敵きっとあるじゃん、あれ。実質ポケモンみたいなもんだよね。待って、待って、ないと待って。よし、こう。一番感動したプレイバーテキストとかある？出会いは、あ、ごめん間違えた、ごめんごめんごめん、一回ステイ、一回ね、うん、次行こう、はい、ゴーよし、次行こう、はいはい、はい、ここだけかっこいいんだよな、俺ら思った、うん、やっぱこれデュエマやってたから、うん、そう、なんかガトリングバイバーンってやつ、そいつが出たらブロッカーを破壊する方が、気をつけろ、気をつけろ、なんで違うんすよ。順番に指揮しね。あ、いいよ、指揮って、指揮っていうか、うん、掛け声。あ、いいよ、やっぱ必要じゃね。まあ俺から行くわ。なんかやりたくないや、多分正直。あんませーのとか恥ずかしいや。まあね。こうなくても俺たち行けるような動画のせめぎ合いがあるやん。はい。一回ちょっと統一しよう、これ。うん。うん。まあ、さすがに。いや。ま、よしよしよし。いや、恥ずかしいけど、やるわ。うん。せーの。せーの。せーの、せーの、はい、せーの、はい、せーの、せーの、で、そのガトリングワイバーンってやつのフレーバーテキストが、うん、出会いは死へのカウントダウンって言いますね。めっちゃマイナス思考だね。いや、でもやっぱ出た時にブロッカーを破壊するっていうのが、うん、合ってるのかなみたいな。せーの、せーの、これ知らない、
頼むわ。上陸は。そのフレーバーテキストってなんかセリフの時とかもあるんだよね。当たりというか、セリフだとなんかすげえがっかりするした記憶があります。セリフは嫌だってこと？セリフ嫌だったね。じゃあ文章がなんか伝説っぽくないじゃん、なんか。ああ。じゃあ行くよ。はい。じゃん、はい。はい。おっと。乗りますよ。聞いてないよね、さっきからもう。ナイトに合わせる感じで行く？うん、そうしよう。ナイトの動きだけを見てる俺。完全にシンクロさせて同じ動きするから。頼むわ。これなんかネットワーク的な問題もあんのかな。あーまあ。それとも自分の怠惰な心を。そっちなんですか。そうだね。怠惰。怠惰なの。怠惰だったの。あります。そうです。それは。いけるだろうみたいな。お前ね。はい、行きます。これ思った、やっぱ自分の足元じゃなくてナイトを見続けるんだ。いきます、せーの、いきます。はい、よし、危ない。そっちなのか、違うか。違いますけど。タルムナ、よし、これ違う、こうあります。あ、ごめんごめん、 ありがとう。動くな動くな動くな。はい、動かない。動くな。はい。話してる俺。動いてないな。何もたく。え？あ、これ大事なことできないんだね、これは。そう、真ん中にいる人が。なるほどね。そう。じゃあ俺は二人引っ張れるってことな。そう。ってことは、うん、落ちちゃいけないのは。俺なのか、俺が逆に落ちていいのかもしれん。待って、分かった。俺が森山を、落ちてない森山ごとナイトを引っ張ってみたい。ちょっと一回。お、今、俺の力でナイトを引っ張ったんだよな。多分。俺何も入力したな。うん。こうボタンを押すだけじゃなくて体ごと引っ張らなきゃいけないかも。そうなるとな、あの足場悪いところじゃ何もできないよな。ナイトさん、これもう俺一回持ちないわ。うん、効果あった時あった今まで。なんかまずルートも、ルートも間違ってるから。違う、これ違う、マジで。ね、なの、一回言語化してほしい。うん、落ちてる人もさ、うん、引っ張るとより速いかも。え、ほんと？うん、まあでもありえるよね。こやめようとまあね、じゃあ今のは無駄ではなかったということか。そうだね。せーの、よしって何。よしって何。いやごめん、なんかジャンプ力低いかも俺も。俺でなんでだよ。わかんねえ。そういうのないだろ別に。でなんか垂直でスタートするとさ、あんま横に、うん、いやほら、例えば引っ張られてる状態で、うん、低いんだよ多分ジャンプ力。ああ、そうだね。なんか、うん、それを食らう時がある俺。やっぱね、一人ずついかん。いやー、見飽きてきたなこの景色。うざいナイト。ごめん、やりたくなっちゃうね。おいおいおい、待て、落ち着け、まず。声を荒げるな、体力を消耗するぞ。山で遭難した時もこんな感じになりそう、うん、一番最初に昇級しなんのは森山だろうな。でも今のはナイトがヘラヘラしとるからや。ナイトは最初から将棋じゃなかったってことか。でもやっぱプラスの言葉を使
っていくのも大事かも。ナイスとか。いや俺それはちょっと逆に、あ、ごめん。オッケー。いや森山戦闘ちょっと悪いんだよな。なんで？二人で引っ張られてなんか微妙な感じ。ああそう、大事だもん。俺さっき行くわ。ないとここやだ、ルートを間違えるから。こっち行くね。飛びますよ。え、マジで、うん、おせーの、いいね。そう、大丈夫大丈夫。やべね。よし乗るぞ。せーの、次行く。いけ、受け取りナイトから行かない？俺から、うん、いいよ。なんかナイトが、ナイトから行くっていうか、それ次行きます。はい、いや、痛い、止まってる止まってる、上。危ねえ。なんでね、登る速度に違いが出るんだこれ。あ、待って待って待って、下がるぞ。あー、よかった。あ、これ逆じゃん。どうなってんだこれ、絡まってね。絡まってる可能性が高いですこれ。よし、オッケーオッケー。これ、え、あ、戻る戻った。刺さったら行こう。次の次行こう。よし、行け。これで。え、ちょっと一旦休憩しようぜ、ここで。うん、ここまで出てる。次行こう。えぐ。地獄だ。うん、はい、じゃあ乗ります。せーの、はい、ここ走ってる時の音は半端なくね。やばい、危ない、やばい、危ない、危ない。えうわ、もう限界かもしれない俺たち。森山が減りし始めた。マジ急用坂。そうなんだよね、坂道ってロマンあるけど進んでみるとな。で、ここ右側にジャンプだ。3、2、1。待て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 、3、2、1はやったことないからやめよう。大丈夫に回せる、はい、じゃあ行くよ。はい。アベンジャーズ、やばい、アッセンボー。これが一番ね、いいんだよ。行くよ、せーの、せーの、次行く。やばい、次だよ。気をつけて、はい、気をつけて、ないと。それ、ちょっと、大丈夫これね、大丈夫、大丈夫、まだ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 、一回待とう、一回待とう。刺さったら行こう、次。よし、え、ここまでやってきてさ、得意なとこどこ。俺ちなみに今のカシャンのとこは結構得意というか、うん、意識してるつもり。そうだね、俺これ得意。あ、じゃないと思う。動いてるやつ。うん、動け。動くない、動くない。あ、オッケー。よし。引っ張るわ、引っ張るわ。はい。あ、乗るわ。あ、ナイス。いい、うまい、うまい。ここは俺あんま得意じゃないんだよね。うん、じゃあ俺が行くわ、先に。え？大丈夫か？はい。うん、行くよ。3、はい、3、はい、3、はい、ミスりました。ごめんごめんごめん、はい、戻せ、ないと。あ、やばいかも。動けない、動けない、動けないよ、はい、頼りになる。おお、かっこいい。俺もそっち行った方がいいかな。俺引っ張ればいいか、うん、ちょっと戻りながら。あー、オッケーオッケー、大丈夫、ナイト、ナイトを引っ張りつつ、オッケー、よしよしよし、ナイス。ないないちゃん、よし、頼む、大丈夫。せーの、これはあんま得意じゃないよな。
これも。まあ二つ飛び越えちゃったらもうあとは勢いでどうにかなる。ま前に行ってる？いやその場で。その場その場で、ね。なんとかなんとかなる。なんとかなってる。大丈夫引っ張る俺。オッケー。別に何が得意ってわけでもないんだけど、やっぱあの石のところはちょっとテンション上がるよね。いやここか山が越えた先って感じが。これさ、うんうん、行くじゃん。こっちに来た時に飛び越えて走るんじゃなくて、一緒に行けばいい。追いかけて、うん、その後ろをついていくような感じで。次行こう。行くよ。じゃーん。うまい。よし。もう久々に来たなここ。お前なんだよ、なんだ、ちょっと待ってよ。あのマジ棒だからね、あの棒だよ。うん、あの棒なんだよね。あの棒で一回休憩する。うん、うん、それまでジャンプジャンプで。でもさ、でもさ、うん、別に棒乗るよりも箱乗ったらいいんじゃないの。だからそれがダメだったんだって。そうだったな。そうだよ、あれ届かないか。うん、分かった、じゃあ棒での。いけそうじゃない。いけそう。動くな。よしよし、ナイス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 。おお、なんだよこれ。これセーブじゃね。セーブだ。あ、これ乗るんか。これに乗るんだ。しがみつくんじゃないこのフックに。やばい、いった。動くな。絶対オッケー。絶対動くな。はい。この腕力を信じてくれ。プルプルしてる。腕がプルプルしてる。右腕がプルプルしてる。楽しめ景色を。そうだな。 300m 到達だ。いったぜ、初めての景色。絶対ここセーブポイントだろう。絶対そうだよ、うん、大丈夫、入れるか。終わったっぽい。離すよ。はいはい。あのトラクターが罠という可能性はないか。力入れとかあるな。絶対そうだな。突然の面構えだもんな、これ完全に。脇から行こう、脇から。この橋、渡るべからずや。うん。罠に決まってるよ、これ。まあ、あとはささやきではあるな、うん。絶対罠。マジで俺だ。それ俺でいいのか。俺でいいのか。絶対ミスんな。分かった。待って待って待って、俺が今までどんだけお前らを送り届けたと思ってんだ。確かに。俺以外いねえだろう。俺待って待って、一旦止まって、一旦。本当にいいの？なんか言ってくれよ。不安になるからよ。俺だってドキドキしてんの。いけ。あっ、やばい。あれセーブポイントじゃない？え、どれ？右の。いや、なんもないぞ。ねえ、行こう。下手なのかお前。おもろそうこれ。うん、おもろそう。そうだ、楽しむ気持ちを忘れてたな。そういえばずっと捕まってればいい。しがみつけばいいんだよね。つまりこれ上キーとかを入力したままだと、うん、横に行っちゃう可能性もあるってことよな。いや、一回捕まってみるか。向こう岸に着いた時に一番下の面にくっついてる可能性もあるから。うん、あ、じゃあこの上面にくっついてればいいんだ。行くぞ。左だ。ダメだ。あれ、とりあえず行く準備。とりあえずね、行くしかねえよ。行くぞ、次。うまー、オッケー。オッケー。これ今大丈夫か、運転手。オッケー。
結構むずいかな、ちなみにマジでこのスピード感とか。こっち側にいた方がいい。行く？行く。掴んどけ。掴めない。掴まないのか。掴めないんだ。あ、乗ってればいいんか。反射神経だぞ。うん。これあれだね。マリオでしょ。行け。あれよ。パーティーゲームの無料の、うん、マリオでしょ。マリオじゃないけど。何これ。関係ない。あ、このまま登れって。ナイス。高くなったら最悪右の方にジャンプしたらワンチャンチ落ちるかもしれないから、それだけ意識して。これなんかさ、下に落ちてきそうじゃないのったら。あ、これがね、ピンがね。行き詰まった場合は最寄りの安全な場所ボタンを押してて今言われたぞ。安全な場所ボタンって何？ああ、違うっぽいな、別に。せーの、でも、あれでもいい。もう大丈夫だ。あ、トランポリン。来たね。どこに、まあその手前の石だな、まずは。の。なるほど。俺これ絶対得意だわ。じゃあ、いくよ、せーの。OK。くそ。くそ。大丈夫、大丈夫。OK。ああ今助かったわ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。マジで？いや、下降りよう。オッケーオッケー。オッケーか。乗るぞ。オッケー。ナイス。まず乗ったら、ちょっとギリギリまでこの岩に乗っといて、うんうんうん、新しく来るあれに乗る。起き上がってくるやつに乗る。俺思うのは、この左から上がってくるじゃん、松手前のやつ。この斜めギリギリくらいでまず乗る。次中央が、まあ、右から上がってくる。角度的に時計で言うと1時くらいに乗る。で、最後、また1時くらいに乗れないか。11時で乗って、1時でまた中継して、で、また1時で乗っていけない。無理かな。いや、最初の方がいいかもな。最初の方はちょっと俺よくわかんないから、もう一回教えてくれ。だからまず乗るじゃん、この一番中心に来た時に、うんうん、端まで行くと今度一個先がちょうど真ん中になるやつが来るでしょ。それを繰り返すんだ。そう、せーの、の待てよ、せーの、せーの、せーの、え、それえ、うん、行こう行こう行こう、これだよ。オッケー、ナイス。お、なんか怪しい。これ怪しい、マジで。待って、これ気をつけろ。まず、森山が座ってくれ。時があるんだったよ、これ。時があるよ。森山がじゃあ座ってくれ。いけ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 。わかんないけど、なんかせかされてる、BGM。これ、これ、これだ。うん、これでいけ。あ、押さなきゃ出てこないんですか。これ、制限時間以内に。遅い遅い、無理や、遅い、ごめん、行ってくれ。やっぱ俺リズムがねえからさ、うん、いや、どうやるな。来た来た、チェックポイントだ。チェックポイントだろう、これさすがに。待て、動みがあるからな、気をつけろ。あ、もう行ってる。いやー、400m。 棺が、おぉ、ミステリアスケープ。振り子あると思うな、俺、多分。墓地といえばね。
この水毒だ。行くぞ。水中で走るとかは無理か。いや、だいぶ空気が変わったな。もう羽見かけてなくね、結局。羽、うん、ウィング。におろ。あ、羽羽羽、後ろ。どれどれ。お、見つけた、ね。分かりやすいとこにあんだ。うん。ナイス。ウィンドウゲット。謎解きっぽいな。これ、スタート、あれだろ、時間でまた始まるやつだろ。全部、同じ時間で押さなきゃいけないってこと。じゃあ、上から押してった方がいいってことか。行くぞ。行くぞ。押したぞ。どうなる？あ、開いた。開いた。シャキシャキきたねー。ちょっと。行け。訓練されてんの。情けねえ。ちょっと危ないね。行き過ぎじゃないか、グレガリゴン。大丈夫。お、やばい。最寄りの安全な場所ちょっと一回押してみる、ボタン。うん、やってほしい。あれ？あ、進んだ。ちょっと進んだ。マジで。じゃあそれがチェックポイントだよ。ワンセクションぐらい。なんで上がるのか俺よくわかんねえよ。うまいね。いいね。いや俺これ苦手よ。どうしたどうした。大丈夫だ。よし。行くぞー。せーの。この祈りを捧げてる、何なんだろうね。これスカイリムの、うん、燃えた後の焼死体と同じあれだわ。燃えた火花が散ってるみたいな同じ素材。スカイリムってフリー素材みたいな感じじゃん。わかんねえけど。デザイナーが同じなのかもしれん。いないと。ああ、いやごめん。英雄になろうとしなきゃいい。大丈夫、俺らしい。大丈夫な。いいぞ、もう降りて。おー、走りてー。走れ走れ走れ。あ、プロペラあるよ。一旦止まって。I wanted you to waste some time before realizing your ineptitude. The real game starts now. 本番こっからだって。You won't need it. マジで？行ってみる。映る。映るか。映る。映る。ジャンプだな、次。センサーあるよ。来るよ。あるよ、来るよ。これ修復できそうじゃね？ああ、そこに飛び乗って？うん。確かに。確かに。次乗る。俺のとこまで来れるこれ。オッケーオッケー。よくここ来れたな。ギリギリまで。次行くよ。はい。はい。行くよ。せーの。おー、うまい！きたー！ナイス！ジャンプだ。これいこう。これ最初じゃない？これそうだよね。え、違うよ。違う。ショートカットしたんや。敵だ。いきます。はい。はい。やばい。頼む、大丈夫。頼む。待ってくれ。で、いいよ。このまま進むわ。オッケー。あ、ありがとう。これで引っ張る。なんとか。よし。よし。ナイス。
せーのと来て。これここ来た方がいいんじゃない？うん。いくよ。はい。せー。あ、大丈夫か？一旦落ち着け。はい、せーの。の。いいな。なんか死んでね、下。骨かこれ。ムカデの残骸だこれ。ムカデ？うん。ムカデって骨があるんだ。行くぞ。ごまかした。すいませんでした。大丈夫。もう後ろの、あ、やばいかも。やばい。待て。でかいって言っても戻る。動くない。あ、OK。すごいな。よし。せーの。なんでタルが自分で見てるの？うわぁ、剣だ。剣だ。せーの。トラップだ。トラップなのか？これはなんだ？第二マリカ教会だ。一緒です。なんか、人工物が増えてね、上見ると。確かに。地獄からの這い上がりだから。概念もきっと増えてくんだろうな。これ、ゆっくり行こう。あの骨思い出して。オッケー。ナイス。ナイス。アクアメイス。うわ、おもれ。これセーブってあります？ないです。これ肺活量とか大丈夫か？行き止まりだ。落ち着け。うぃー。大丈夫、見せていこうか。オッケー。行き止まりだね。おかしいな。あ、でもそこ行けそう。多分これ終わりだな、俺たち。来たぞ。これでも。うん。今までフィジカルだけだったのにね、急になんか。コミュニケーション、ストレスが。え？道路のマークやん。走ってジャンプだな。走ってジャンプつけて。よし。行くぞ。せーの。の。ナイス。いいね。楽しいね。ごめん。大丈夫。はい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 。これは何だ？これは何だ？トラップだ。しゃがみ機あるかな？調べてみて。だってその先行っても何もないからね。え？騙された。走ってジャンプだ。はい。本当に？行くぞ。うん。あれ行けない？行けない。行けないか。よし。ゴーシュッ。ユー。これ来た。嘘。あ、これまだメイズ終わってないんだ。メイズ始まってたんだ。これまだ始まってない。屋根行けないか、メイズの。何？あら。確かに。うわ。戻ってくれ。いいぞ。あ、ごめん、俺が登れない。よしよし。せーので。うん。せーの。ナイス。来たー。あの先にあるのトランポリンか。バンジージャンプはあるから、うん。トランポリンはこれやっぱあそこなんじゃないか。こっちか行こう、プレイするか。これさぁ、上とかじゃね、うん、ね、うん。一回さぁ。さぁ、あ、両サイドに落ちて、あぁ、うーって落ちてくんじゃないの。でも鎖貫通するよ。え、下の丸太は下にはず。それで一回やってみない？え、どういうこと一回、大事取れたら。うん、両サイドに落ちて、森山だけが中間にいて、このまま滑って進む。あ、でも、いけそう、それで。いけそうだった。
おお。あ。逃げ逃げ。どっかに。丸。よし、じゃあ例のボタンを。これ例のボタンが早い。例のボタンでちょっと。そうどこまで行ける？メイズまで行けんじゃない？いやー、まだ昔だな。あ、これ逆だ。あ、逆じゃないか。OK。やばいって。無理だったよ。諦めんな。ここ、シンボリ。いやいや、シンボリ。シンボドキ。行くぞ。やばい。助けて。です。はい。その4時間。バー見てくんね。多分昼の12時まで行くぜ。こんな鬼畜だったのか、このゲームは。ね、気をつけていこう。やばい。うわ、聞いてないぞ、ライト。それは正解なんじゃないか。それは正解。いやー、やばい。オッケー、俺はもう、吊るしてってくれ。オッケー。待って、それ終わるんだよ。ちょっといけ。ナイス、うまい。ナイス。上移るぞ。はーい。せーの。の。ジャンプだ。ジャンプだよ。はい、今。はい。ナイス。飛び乗るぞ。いや。いや、見てなかった、ごめん。いや、大丈夫だ。こっちで合ってる可能性。もっと遠くなるよ。道は違う。いや違うな。ちょっとぐるっとしてみない？飛ぶよ。気をつけて。はい、ジャンプ。はい。大丈夫、もう押せる。あ、火中に移動できない。え？戻っとるやんけ。落ちるとこまで落ちようや。めっちゃ面白い。なんかハンドリングがグリップが効いてるというかね、なんかあえてね、引っ張られてる。だって降りるなよ。あーこれね、一番近いとこからなんだ。だから、ね、うーん、下からってこと。いやー楽しかったね。ちょっとまたやろうこれ。そう、うん、ちょっと練習しとくわ、ね、うん、また会えたら会おうぜ。キープですこれ。That's right.